こんにちは。私はかつてね、代々木ゼミナールに行ったことがあるんですよ。1年間通って、まあ高校出てからすぐ大学に入れなかったんでね、勉強させてもらいました。まあそこに行くと、まあなんか志望校のなんかランキングで出るんですよね。A 判定、B 判定、C 判定と。で、私は最初はもう DE 判定ばかりだったんですけども、 さすがに今の時期ぐらいになるとセンター試験を控えた時期になると大体 A か B 判定ぐらいしか出なくなったんですよね、えー、もちろん東大京大を受験希望したわけじゃないんでまあ中堅とかね、まあ、それなりっていうところだったんで、まあ、A 判定 B 判定取るのはそんなに難しくなかったんですけどもじゃあ A 判定 B 判定って合格率結構高いじゃないですかまあでも実際に合計でね10校ぐらいを受けたんですよね まああの一次死亡二次死亡三次死亡という形で10段階ぐらい受けたんですよで当時ねものすごい倍率でおよそ10倍を切る倍率のところってのはいわゆる穴場ってのは琉球大学とかねまあそのぐらいだったんですよあと東亜大学とかねあと日本分離大学とかね第一経済大学とかあの辺ですかねうん名前出して非常に 失礼かもしれませんんけど実際そうだったんですよ。10倍を切る大学っていうのはねこの軒並み10倍とか20倍とかっていう倍率で今では考えられないぐらい厳しい時代でした、まあ、私と同じ年代の人っていうのが多いからその後も競争化社会ロスジェネ世代っていうふうになってきたんだろうなと思うんですよでね予備校に入って A 判定 B 判定取るから合格するような気がするじゃないですか軒並み落ちましたからね これって差異ですかね、うん。受験の合格率80%前後で走ってきた本番に臨んだ私が落ちるわけですよそもそも東大合格塾みたいなのがありますけども100人受けて100人通るんだったら東大合格塾を歌ってもいいでしょうでも通る人って一部ですよねこれって欺ですかねビジネスもそうなんですけども徹底的にやったからといってね 思わわない結果にるることもあるわけですよ。でも私は思うんですけども月収100万っていうのはそんなに難しいレベルではないと思うんですよ。月収100万を達成したことがない方が何をやってないかっていうと商品を作ってそれに10万とか20万という価格をつけてねその価格の商品を売ることをやってないんじゃないかなと思うんですよ。さすがに1万円のものもをね、 百人に売って月収百万っていうのはこれはね逆に難しいですよ。一万円のもので百万作るのは。は私はどちらかというと一発十万二十万みたいなのを少人数の方に売るっていう形がいいんじゃないかなと思います。まあとにかく私たちはアクセスを集めるのに苦労してるわけですから、じゃあ少ないアクセスに対してどういう風うに働きかけていくか、高額な商品を高い付加価値で売っていくしかないですよね。それこそ私は思うんですけども、たった一アクセスでもきちんとあれば売れると思うんですよ。 きちんとその1アクセスが何に悩み何を解決したいのかをきちんとね理解してそれに寄り添った情報発信そして商品提案すれば売れると思いますようんまあこれは後付けかもしれませんけども昨年の今頃生活保護の方が多く即可塾にアクセスしてくださいましたで実際に私の言う通りにあった人はまあ大体稼げてますからね空手の講師になったり空手の講師って言っても 別に経験があったわけじゃないんですよ65歳の男性が公園で柔道着を着ながらね毎日「えいやえいや」っていうね気合の体操をしてただけですからもう詳細をお話ししましたけどそれから母子家庭でお弁当を作ることを毎日やってた方がじゃあその作ったお弁当を自分の子供以外にも販売してみたらどうですかって形でね3ヶ月もしないうちにやっぱり10万円近く売るようになってみたりとかねなったわけですよね。 その中で、じゃあ自分だったらいくらの商品を売ることができるかなとか、じゃあ10万円の商品売ったことないからどうやったら売ったらいいのかなっていうことに挑戦したり、10万円の商品を売るためにこういった速買軸とか取扱を活用してみたりとかね、で実際に30万の商品50万の商品っていうのはだん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 高付加価値のものが高い金額で売れるようになるわけですよ。でここで言うのが高付加価値っていうのは誰に対して高付加価値なのかってことを考えればいいってことなんですよ。 だから100人が100人とも価値が高いよねっていうふうに感じてくれるようなねレクサスを売れってわけじゃないんですよ、ね、私で言うと私今日ねナイト2000乗ってきたんですよ今私に対してはナイト2000が高付加価値で高いお金をつぎ込む価値があるんですよねでもこれ実際今度やりますけどもその辺の中古車にねナイト2000持ってって買い取りを査定したら多分ね惨憺たる結果になると思いますよ <laughs>、ね、そういう感じで 誰が高い価値を感じるのか、誰にとっては価値があるのかないのかこれを見極めて集客につなげていけば高付加価値の商品がその人に対,対しては高付加価値の商品がちゃんと見出せると思います。いって